「永遠の法」「エル・カンターレの世界観」「大川隆法」第4章「七次元の世界」8「八仏の心の体現者」として偉人の生涯を考えてみたわけですが結局彼らがこの世的なる愛を無視してまで生きたその本当のよりどころはどこにあったかといえば。 より高次なる愛に生きるものとしての生涯の自覚であったと言いましょう。より高次なるもの,のために低次なるものを犠牲にしたということです。すなわち人間に対する愛よりも仏に対する愛の方が大きくて重いということなのです。人間の心は様々に揺れます。 様々に揺れる人間の心を基準としてその心に合わすべく愛に生きているのと常に変わらない永遠に変わらない仏の心を基準として愛に生きているのとではやはりそのあり方に違いが出てくるのではないでしょうか。本当の永遠の愛本当の不変の愛は仏の心の 体現者としての愛です仏の心を我が心として生きる中に真実の愛というものはあるのです男女の愛親子の愛兄弟の愛これらは否定されるべきものではなく大切にしていかねばならないものですしかしそれらはより高次の愛仏を愛するということへのステップ 準備として人間に本能的に与えられているものなのですそこで仏の愛と仏への愛について考えてみましょう仏は人類を広大無変な愛で包んでいますこの広大無変な愛は愛してほしいと思って愛されるそうした愛ではありません与えたり与えられたり するようなな愛ではなく与えきりの愛ですあの太陽が1円のお金も取らずに無限のエネルギーを地球および地球に生きる動植物や人間に与えているように仏は与えきりの世界においてただ愛として最大の存在の愛として輝いているものなのです。皆さんは この仏の愛というものに気づかねばなりません。それだけ与えられているのだということに気づかねばなりません。それだけの愛を与えきっている仏に対して感謝の念を持たなければ仏のことは言えないのではないでしょうか。それだけの素晴らしい愛を毎日毎日休みなく 与えられていながらそれに対して何も感じないのは人間として恥ずかしいことではないでしょうか世の多くの人々は無限で無償の仏の愛に対して敬意を払うことが少ないようですいやむしろそれに気がついていないことの方が多いように思いますしかし皆さんは この仏の愛に気がつき仏に愛されているという気持ちをどこかに返していかねばならないのではないでしょうか人間は自分が親になると子どもの時両親から愛されたように子供を愛するはずです仏というのは人類の父であり母でもあるのです人類の 良心なのです人類の良心である仏がこれだけ人類を愛しているのですからこの愛を人類はどこかに返していかねばならないのではないでしょうかすなわち皆さんには仏の子として生きる人間としての大いなる自覚が必要なのです良い評判人の優しい言葉や 賞賛を得たいがために愛するのではなく、仏に無限に愛されているから、自らも愛を与えていかなくてはならないのではないでしょうか。霊的な目で見てみると、人間は仏の愛を放送局の電波を受けるアンテナのように受けているのです。それゆえに仏の愛をこれだけ受けているのですから、 それをまたどこかに伝えていきましょうと言っているのです皆さんは仏の愛を受けている以上その愛を世の人々に還元していかねばなりません世の中に流していかねばなりません上流から受けた愛を下流へと流していくのが皆さんの義務だと言えるでしょう